あっち。うわ。こっちから刺して。いや、こんなことやってる場合じゃないよ。別荘作りに来たんだ、そういえば。めっちゃここあるコストコ下山店のすぐ近くじゃん。もうさっと間もなくだぜ。あ、こんにちは。汚いけど、まあそこまでは。なるほど。なんか長旅お疲れさんみたいな感じでこういうところはですね、逆になんかつるんってしてるよりかはちょっとこういうボコボコ感があった方がなんか良さそうな気もする、うん、味が出ますよね。で、味がありますよね。うん、わ、いいですねこれ。わ、大きいんですね結構、うん、これ20フィートですよね。これは20フィートで長さが6メートルですね。6メートル、はい。うわ、広い。入っていいですか。お邪魔します。おお、すげえ。あ、結構広いですね。間違いない。やっぱ開墾でね、居住スペース作るって最高にいいアイディアかもしれないね。そうですね。そうですか。もっともう錆びてぐちゃぐちゃかなと思ってたんですけど、台湾はね、結構広いのが。外国とかもちろん行ってるんですよね。もう何百回って行ってるでしょ。ね、いろんなとこ旅してるんでしょうね。ということで、このコンテナ買っちゃいます。すいません、お願いします。いや、いいね。こんな感じですね。福岡も暑いですね。九州一番暑いですね。6m5cm とは大丈夫です。大丈夫です、はい。じゃあちょっと準備して打ち合わせさせてもらっていいですか。わ、はい、かりました。ありがとうございます。いえいえ、ありがとうございます。お世話になります。ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。何やこれ、まあ、はい、ということで今20フィートの海上コンテナを買いました。物も自分が思ってた以上に良かったです。まあ、加工とか内装を作るときにちょっと大変は大変なんですけど、まあ、なんか結構ボコボコしてるのもおしゃれに捉えてやってみようかなと思うんで、大して気にしてないんですけど、まずはこの福岡からですね、熊本で、熊本も天草ですね。もう今回置くところは天草なんですけど、はい、そこまでちょっと輸送しないといけないんで、まあ、それの運賃ですね。金額で言うと、ステラ4個分ぐらいですかね。海上コンテナも重さで言うと 2から2.3トンぐらいあるんで、それを置くためのですね、地面にコンクリートを打って持ってくるまでにある程度の準備をしようと思います。よし、じゃあね、とりあえず薪のうどんでも食って帰ろう。あー、なんかコンテナ見たらめっちゃテンション上がってきたぜ。できました。神山草物産館サンパールで何買ったかな。タコとお刺身と天草大王の手羽先を買ってきました。魚釣りしないんだから美味しいものぐらい食べたいよね。よし、じゃあ出発。すごいね、海。うわ、うわ、綺麗。あ、魚いっぱいいるじゃん。わあ、いいところだね。ということで、今回ですね、海に別荘を作りたいと思います。この海上コンテナを利用して、マボチャンネルの別荘を作ろうと思います。あ、しっかりしてるね。とりあえずご飯食べようかな。お腹ペコペコだ。
有明さんの、有明さんじゃないかな天草さんのタコです。これもね、サンパールに売ってあったお刺身の盛り合わせですね。美味しそう。もう一個食べてみようかな。鮮度のあるうちに食べちゃいなよ。そうですね、食べてみましょうか。新鮮でコリコリしてるうちにお刺身は食べないとダメだよ。じゃあね、こういう時の皿がない時の裏技、まず食品がついてる側のラップをこうやって折って、そしてこのお刺身のつまのくぼみのところにこう入れて、お醤油をドバーッと入れて、うまそう、たまんないよ。もう一番はヒラメらしきお刺身を、あ、すげえ、めっちゃ綺麗。でもお醤油結構つける方なんですよね。いただきます。飲み込めない。身が新鮮で、この鯛の刺身。うわ、なんで。もういただきます。鮮度がやっぱ全然違うね。これカンパチかな、ブリかな、カンパチだと思います。いただきます。シャキシャキ言ってる。いや、上手に作れるといいんですけどね。正直ね、少し自信がない。そんな別荘作ってどうするんですか？なんかね、後々はマボチャンネルのファンの皆さんに貸し出しで別荘気分を味わえる空間をちょっと作ってみたいんだよね。で、やっぱり天草といえばタコが有名なんですよね。タコ茹でていってみようのコーナー。じゃあメインバーナージェット君、今日は天草へようこそ。いらっしゃいましたよ。今日は天草で一緒に頑張っていきましょう。え、ボンベがない。どうしたやろ。あ、当たった当たった。じゃあ今日は天草の五橋へ向けてロケット62号発射準備大丈夫か。大丈夫です。それでは想定に完了します。慎重にお願いします。慎重に慎重に。鍋ドッキング。ドッキング、バイーン。あれあれ、ドッキング、バイーン。いや、これもう何かけんとダメじゃん、これ。じゃあいきます。改めて、もといダッキング、ダッキング、バキーン。それでは、バーナーディフューザーを45度角に上昇させるんだ。 OK です。よし、じゃあまずはね、このタコを洗いに行ってみますね。よし、タコちゃんイン。これ塩もみとかしないといけないのかな。塩もみやっとこうかな。ちょっと味塩しかなかったからごめんね。味塩で許してね。で、これをもう分かんないけど湯がいたことないからな。よし、じゃあ流します。あれ、あ、元栓が。よし、こんな感じです。じゃあ少しお水を入れたお鍋に、これ煮物用調味料、はい、入りますよ。結構ドボドボ入れちゃえ。よし、うん、もう一。じゃあ可愛いタコちゃんイン。あんた腕なくなってるじゃん、喧嘩したの。それじゃあタコちゃん、お風呂に行ってきてください。あ、やめてください。あ、お風呂に入ってきます。いってらっしゃい。いや、最高じゃないここ。もう海の幸食べ放題じゃん、これ。なんだ、雨降ってきたぞこれ。やっぱね、作業する前にはしっかりご飯を食べないと。おにぎりもいただきます。いただきます。わさびもしっかりこうやって巻いて。やばい、これわさびめっちゃ効く。これタンパールのわさび、ガーンってくる。もうなんかちょっと癖になるな、これ。わさびランチャーを食らってみよう。カンパチわさびつけても辛くない。タコちゃんどうですか、湯加減は。ちょっと熱すぎます。ゆでだこになりそうで、なんかアクが結構出るんだね。あー、味絶対うまい。これいい仕事してくれてるね、フンドウダイの煮物調味料。あー、最後の一個だね君。寂しくなりますけど、またサンパール天草に来てくださいね。うん、また刺身買いに来るよ。それじゃあさよなら。あん、うん、あっち、あっち。
少し頑張っててね。サウナにしてあげるからね。なんか魚釣れたら魚入れてみようかな、煮物の中に。ほら、天草さんのタコですね。ここのくるくるってなってる先っちょは、ぷいっ、タコちゃんいただきます。しっかり味ついてる。あ、結構味染み込みやすいんですね。うわー、やっぱりこの皮目と身の間に必ず旨味っていうのが入ってるんですよね。コクっていうよりこう甘みの旨味、甘さのある旨味だね。地面を張って美味しいものを食べてる味がするよ、君。タコ串いただきます。スティックにした時はこうやって切れ目入れてあげると子供さんでも簡単に食べられます。お土産で持って帰ろう。いやいや、こんなことやってる場合じゃないよ。別荘作りに来たんだ、そういえば。なんか夢中でご飯作ってたけど、天草に、そうだ、別荘作りに来たんだった。何か趣旨忘れてませんか？やっぱり心にね、ある程度の余裕ないとダメなんだよね。お腹を満たして、そしてこうやって美味しいタコを食べて、いい作業が始まる。そんなの単なる食いしん坊じゃないですか。そんなことないよ。近くに住宅あるから、あんまり大きな声でうるさいとか言えないから。へぇー。ほら、JA 熊本から森の熊さんっていうお茶が出てるんですね。色がね、淡い。お、飲みやすい。ちょっと多いお茶に似てるね。それじゃあね、今日のメインディッシュ、やっぱり天草に来たら一度はこれを食べてみたいと思ってた。天草名物、じゃじゃん。天草大王の手羽先ですね。これ絶対うまいよ。姫コッコクラブって書いてありますね。何やこれ、もう。100円ショップ行って、これね、アルミのプレート、これバーベキュー用の網、あとこれなんですけど、これね、ゼオライトっていうやつ、多孔質でかなりこう吸着性のある石みたいなやつなんですけど、すごい遠赤外線を発するんで、お肉とかがね、綺麗に焼けるんですよね。このアルミのプレートを乗せて、それにこのゼオライトパラ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 ーって巻いて、そしてこうこんな感じでこの網を上に乗っけると、これで完成。もう一本焼いて、はい、じゃあ天草大王の手羽先いただきます。うわ、めっちゃジューシー。こうコラーゲンを含んだ皮目な感じですね。身の味が濃い。社長が建てられてるのがこれとこれなんですよね。で、自分この2番、これをちょっとヒゲが今日は伸びてるからちょっと離れよう。ここに同じ並びでですね、1番のコンテナと2番のコンテナ同じように並べてですね、芝生とオープンデッキを作りたいと思います。この1棟目と2棟目両方ですね、貸し出しで天草に来てですね、格安で別荘に泊まれるようなプランで皆さんにお貸しできるような形になるといいなと思ってるんですけど、海のロケーションバーンって見えるところで、クーラーも暖房もガンガン効くコンテナ、コンテナの外に出ればオープンデッキで、すぐバーベキューとかですね、魚釣りとかもできるような空間を作ってみたいですね。で、後々は向こう側の管理棟になる方に、生けすとかを作ってですね、生きた魚とかを泳がせて、で、新鮮なこう刺身を食べれるようなシステムも作ってみたいんですよね。もう自分の独創性を生かしてですね、作ってみようと思います。とりあえずはね、ここにマボチャンネルの別荘をガツンと建ててみたいと思います。はい、ということでですね、今日はもうこれで帰りたいと思います。次からね、じゃんじゃん進めていきますよ。ということで、今回のマボチャンネルご視聴ありがとうございました。